こんにちは、柴田です。今回はラムトリックカンパニーさんにお邪魔しております。この間横浜のミュージックスタイルでお会いさせていただきまして、スタッフの天野さんでございます。どうも天野です、よろしくお願いします。声での出演です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この間盛り上がってましたね、横浜。そうですね、もうかなり3年ぶりぐらいのギターイベントですかね。はい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 、いわゆる2年に1回のやつとか、止まってたりもしましたしね。東京だったり大阪でやってるやつがもう軒並みね中止になった中で、ようやく久しぶりにできたイベントっていう感じですかね。なんか本当待ちに待った感ありましたよね。もうね、本当で本来お客さん本当にこれ来てくれるかなみたいなところも実際あったんですけど、全然予想以上に来ていただきましたし、ね、柴田さん含めて YouTuber の方だったり、配信系の方も多かったですし、うちみたいなね、あんまり置いてない楽器だったり、全国どこでも弾けるような楽器じゃないようなメーカーは、ああいうイベントで、ね、弾けたり弾き比べたりしてもらえるっていうので、ソニック弾いてみたかったんですよみたいな、ね、お客さんも来ていただきましたし、いや本当、自分もそんな感じで、なかなかやっぱ楽器屋で見かけないんで、すいません本当こだわりがもちろんあるんでしょうけれども、一番有名どころでいくとやはりバンプオブチキンの皆様には使っていただいていることが、あるなと。天野さんは多分僕と同世代、そうですね、僕80年生まれの、じゃあ僕寄りの方ですね、バンプオブチキンは、はい。それで今横浜のミュージックスタイルでちょっとお声掛けをいただきまして、はい、ガチでいつも見てる人がいるっていうのでねありがとうございます。MV もヒデさんのダウトの MV もですね、天野さんも見てくれていたということで、はい、というかもう普通にいつものね、千葉館さんとか入る前から見てますからありがとうございます。僕もね、ヒデさんがね、このジャージレモネードレモネードのジャージを着てるって感じ、出勤という、もう結構いつも島村岳さんとかね、回らせてもらうときはイメージつけるためにちょんまげヘアとヒデさんのジャージだったり、でもうちょっと寒くなってきたらシャカシャカの、はいはい、あれをロケットダイブのね、上側の方も2枚持ってるんだよ。そうなんですね、さすが。お店も回られてるんです、営業も兼ねて、営業も兼ねてますし、なんかそう制作だったりとか、またそのレズさんのギターみたいな感じのいろいろ何でもやりますね。なのでギターの制作以外はやってます。で今日はですね、そのソニックのギターをですね弾かせていただこうというところでお邪魔しました。ありがとうございます。で、エリスグリの3本というか、通常モデル、うちの、はい、オーソドックスなトラディショナルな、ね、はい、モデルと、あとは、その95年ぐらい の、 ショーモデルのうちオリジナルの形状を持ったソニックブーマーというですね、はいはい、衝撃波ですからね、ストリートファイター2のガイルの必殺技のソニックブームの、 ER がついたものなので確かにちょっと面白い3本をですね選んでいただきましたので、早速鳴らしていきたいと思います。お願いします。まずはこちらのストラトタイプですね。これね、めっちゃ軽いです。3キロあるかないかっていう、これ大げさじゃなくて本当にそれぐらい軽いですね。ボディがライトアッシュです。ライトアッシュ、はい、いわゆるアッシュなんですけど、軽いものはライトアッシュと呼んでるって、軽い中でも特に軽いやつです。本当びっくりしますね。でもね、バスとのふわふわ感はないんですよね。 R はね、ちょっと緩めな感じで、ここね、近代的なネックになっておりますね。サテンのフィニッシュで、それはね、よくサテンと言われるんですけど、うちはヴィンテージのオイルフィニッシュという、そうなんですか、呼び方をしてまして、オイルフィニッシュなんですね。オイルフィニッシュ、手に馴染む、サラサラしていて、でやっぱり塗装してるとどうしてもベタついた感じだったりとかってあるじゃないですか。でそれが、どうしても苦手なので、僕自身で R は 305R で、いわゆる F 社と、F 社もいろんなものがありますけれども、でフレットは三幸さんの214を、はい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 。でピックアップは、ピックアップはうちの工場で職人が手巻きをしております。うちのピックアップは基本的には全て職人が
手で巻いて、で最近流行りの蜜蝋をね、はいはいはい、顔真させて真空方式で顔真させているものをもうここ十何年やってますね。いいっすね。じゃあフロントの音から鳴らしていきます。ではあるんですけれども、ヴィンテージと実際の本当のヴィンテージを比べると、ヴィンテージタイプと本物の昔の、ね、はい、うん、何年生みたいなものを比べるとやっぱり全然違うと思うんですよ、うんうん、なので、まあ、うちではその例えば60年代とか70年代のなんていうんですかね、生で聴いてきた人たちが思い浮かべる、実際にあの時のあの音よかったなみたいな音を、はい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 、出せるように。だから結局ヴィンテージギターがなぜいいのかっていうのは、まあ、諸説ありますし人それぞれなんですけれども、うん、個体として残ってるということは間違いなく当たりだったから残ってるっていう印象なんですね。そのじゃあ50何年だからとか60年の前半だからとかそういうので絶対これがいいっていう当たり年ばっかりってわけじゃなくて、今現存していて状態が良くてちゃんと、まあ、手が入っていたりオリジナルパーツでも、うん、成立するものが生き残っているから、だからこそすごい音が出るっていう、はい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 、いいものが残ってる。だからもちろん悪いものは例えばボディだけ使うとか、ね、ネックだけ残っていくとかっていういわゆるコンポーネントの時代に淘汰されていっただろうし、まあ、あとはもうそれこそ、ね、古いギターを全く価値がない頃ってあったじゃないですか、はいはい、ね、その頃にはもうだから何がしかに変えられてしまったりとか、それこそお店のドアノブの壁にされる、ね、ネックもあったでしょうし、うん、うん、すごい。でこれブレンドがついてるんですね。ブレンダー、そうですね、ブレンダーがついていて、状態が、はい、ここにフロントを混ぜて混ぜていると、ちょっと太さを入れていけるっていう、そうですね、また面白い。でパラレルとシリーズの違いで、そのいわゆるそのミックスポジションもあるじゃないですか、はい、その時は何ですか、いわゆるパラレルミックスされてる状態ですよね、はいはい、今ここがそうなんですね、でターボブレンダーを使っている時は、それがシリーズになるんですよ、はいはいはい、それの混ぜ具合が、まあ無段階というか、まあ、ボリュームでいうと0から10で、うん、合わせまして、うちのポットでフルアップポットというのがありまして、はい、フルアップボリュームポットとフルアップトーンポットですね、はい、あるんですけれども、それはフルテンにした時に回路をバイパスして出力するというものがあるので、はいはい、できれば
9.5 ぐらいのボリュームそうなのポジションにして音作りをしていただいて、これもそれになってるんですか。ちょっとあの下げていただくだけで一応抵抗が可能ですね。飛び出ますよね。ですね。音って出ますね。おお、素晴らしい。続いてはこちらですね。横浜の時にも拝見させていただいて、まあ、ちょっと弾かせていただいたんですけれども、ブーマー。ソニックブーマーですね。レスポールのようなマホガニーバックメイプルトップなのかなという感じなんですけれども、まあ、多分うちの社長があのギターの形としては一番ジュニアが好きだみたいな、あ確かにものがあるらしい、あるらしいです。は普通にキルトのメイプル、キルトのメイプルですね、この厚手のですね。でそのマホガニバックだとあのボルトの何ですかね、そのボディに対しての支える強度がいろいろあるので、はい、その厚み の、 あのメイプル材が必要になる、で結果贅沢になっているという。これネック見てくださいよ、それはもうゴリゴリバーズ、手には入らないかもしれないというレベルの、ね、横にはトラが入ってゴリゴリのバーズ、はい、これもう手に入んないですね。でもメープルこんなに厚いけど全然重さを感じないというか、ハム一発で、ハム一発すごいパワーがある。これもあれですかね、ボリュームが、そうですね、あやっぱちょっと絞り気味で、3つのスイッチがついていて、で多分これが一番下がハム状態、そして真ん中、出せるとボリュームやトーンをちゃんといじっていただけるともうちょっといろいろできます。ソリッド感もすごいあるっていう、ドライブぐらいな感じは一番活かせるのかもしれないですね。そうですね、まあ、やっぱり6ギターなんで、うん、うん、男ギターですもんね。そうですね、ワイルドギターです。レッツギター、うちのそれもオリジナルシェイプというか、ね、先ほどの SDR シリーズのソニック版といいますか、うんうん、という形で、まあ、パッと見で面白いと思うのがジャックの船型のプレートの位置というか、うん、
ちに刺す感じ、そっちに刺す感じなんですけれども、まあ、あの普通にギターをストラップにかけて弾かれる人ってストラップにこういきますかけるじゃないですか、なのであのそっちの方がいいよねとか、確かに言われてみればこれが一番理にかなってるかもしれない、そんな気もしなくもないですよねっていう、あこれも結構迫力があるね、迫力ありますね、そうなんですよ、あのピックアップ自体はさっき先ほど弾いていただいた STR、ね、あの彼のと同じものなんですが、まあボディもライトアッシュでも同じなんですが、はい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 、でもなんだろう、ちょっと柔らかいというか、なんだろう、ちょっとこっちに行ってみましょうね、センターに。まあでもやっぱりいいピックアップっすね、これね。あんま使わないんですよ普段。単数でいうとネック側から8300、はい、8500でブリッジが9300になってるので、やっぱちょっと強めな感じというか、まあうですね、パワーは一番あります、厚めにはしてるってことなんです ね、うちのショールーム来ていただければ、あの今のシーバードさんの環境で試していただいたりもできますので、そうそう、ショールームがあって音をねバリバリ鳴らせるん で飾ってあるギターも思想とかは、思想はもちろん可能ですし、ご購入も可能ですということになっております。楽しいお話をお聞きできて、で新たななんかまた熱量こもったギターを弾かせていただきまして、どうもありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございます。引き続き今後ともよろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、浜野さんでした。ありがとうございます。